よっしゃ。さて今日はですね、ちょっといつもとは違う、まあ、ルアーの使い方をしてチヌを釣ろうかなと思います。まあ、今まで使ったことのないルアーとかも使うんですけど、まあ、これはまあいつも、時々使う SSR なんですけど、どうやらこのルアーを早く巻かずに、いわゆるこういうことですね、表層をこうトップのように巻くと、ゆっくり巻いて、まるでトップのルアーのようにして釣れば釣れるよと人教えてくれたんで、ちょっとやってみようと思います。いわゆるこの表層ゆっくり巻きみたいな。これぐらいの速度だとまず潜ってはないですね。表層をくね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 トップみたいに泳いでると、来た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 、惜しい惜しい、今完全に食ってきたわ。フッキングせんかっただけでこれ来る、これ釣れるわ、ほんまだ。SSR ちょっと表層巻きあれからちょっと当たりなかったんで、ルアー変えてみます。タックルボックスには入れてるけど投げてないルアーですね。クロスウェイクしてやってみます。飛距離はまあそこそこという感じですね。基本的には表層を泳ぐというようなルアーですね。うわ、ちっちゃいチヌがめちゃ追いかけてきとった。ルアーの泳ぐ感じはいいんだけどね、すごい食ってこんわ。いい動きするけどね、全然釣れんじゃん。当たった当たった、今のは完璧当たった。ちっこいんかなチヌが。これ今さっきみたいなちっこいチヌが食ってきて針がかからんと、今さっきの SSR もそうかな。こういう釣れるルアー探しってなかなかね難しいですね。思ったようにこれはいいルアーだと思っても釣れないと。ちょっとこの辺もう投げ倒してしまったんですけど、違うルアー投げてみます。アイボーンですね。あ、飛ぶね、飛距離稼げる。これちょっと これは最近買ったナダのスイッシャーですね。なかなか厳しいね、これも。逃げたじゃん。おお、出た出た、セッター。ああ、惜しい、スイッシャーに出たけどかからんかった。いいじゃんこれ。飛
距離が出ん、ちょっと厳しいかなと思ったけど、出た出た、もう一回来るかな。チヌはね、2回目チャンスあんまり与えてくれんよな。いいじゃんセッター、すっげー元気のいいチヌやった。めちゃめちゃ弾かれとったもん。出るか思うたら近くのチヌが逃げた。ちょっと変えてみようか。トップにいい反応があったんで、ライザーベイト、ちっちゃいやつですね。これが何グラムかはちょっと覚えてないですけど、何センチか投げてみます。飛ぶ飛ぶ飛ぶ、表層をもうゆらゆらと泳ぐ感じですね。これもライザーベイト買って半年以上、1年弱ぐらいずっと持ってたけど、1回も投げることなくタックルボックスに入り続けてた。ライザーベイトのちょっと大きいやつ、よう飛ぶわ。これだけ飛距離が出ればね、狙える範囲がかなり広くなる。ちょっとルールを変更して一軍選手投げてみます。チニングスカウターですね。もう出た、かからんかったな。どうして今日なんでこんなかからんの。やっぱり一軍選手はやっぱり魚へのアピール。おお出た、反応がいいね。まだ追いかけてるわ。もう一回来るかな。じゃあちょっとデプスレス先生にちょっと一匹釣ってもらおうかな。なかなかこの渋い中で、おっしゃー、バクったね。デプスレス先生、こいつ異常に引くな。見えて見えて魚が。面白い、こいつだけ強い、無駄に強い。おっしゃ来た来た、デプスレス先生、やっぱり来るね。やっぱり一軍は裏切らん、一軍ルアーは裏切らんと。ここまで大きいチヌじゃないけど、やっぱり一軍では釣れることが証明されたんで、この今さっき二軍の中で当たりがあったセッター、ちょっとやってみます。セッター今さっき5投目ぐらいで食ってきたんですけど、針かからなかったですね。飛距離はまあまあかな、飛ぶわけでもないと言って飛ばないわけでもない。